ゆきむそアークチ来たいと思います。今日はですね、初の ASA のコラボイベントがついにやってくるぞというところで来たと思ったんですが、まさかのおまくにで日本未実装という大事件が発生しましたので、今日は、そのイベントについて見ていきたいと思います。ということで本日もぐじいってみましょう。1つ目衝撃のイベント、2つ目パワーレンジャー、そして最後にクラブアークも見ていきたいと思います。というところで本日はですね、衝撃のイベントという形で、以前ねちょっと1個前の動画だったかな、あのみんなにお伝えしたと思うんだけど、今週は今動画出してるのが18日火曜日なんだけど、今週はかなりですねいろんなことが来ます。とアップデート来るよねとか、クラブアーク来るよね、で10レンジャーのね戦隊もののコラボも来て、スキンがなんかいろいろ変わりそうだよねっていう話だったんだけど、なんとですね、今回10レンジャーのあの戦隊もののコラボ、不発です。というか日本では取り扱わないそうです。日本っていうか、まあ厳密に言うと東アジアでは提供不可というね、まさかの事態が発生しております。で一旦ちょっと現状のね、日本では出てないんだけど、海外では一応サービス開始しているので、この10レンジャーコラボについて見ていきたいんだけど、どういうコラボかっていうと、まあ、基本的には性能は特に変わらないので、パイロメインみたいな感じ の, チート恐竜がペイトゥウィンみたいな感じではなくて、基本的にはレックスとか、あとはプテラとかでトリケとかっていうような恐竜たちにスキンを着せることで、まあその10レンジャーっていうね、まあこれいつあったのかよくわかんないんだけど、あんまり俺レンジャーものとか仮面ライダーってそこまでちょっとねあんまり通ってきてないからわかんないんだけど、まあこういった戦隊ものの変身のやつもあるし、であとはロボットというか恐竜を鉄空みたいな感じにねするような形もあるしっていう感じで、結構いろいろなですね、この10レンジャーの乗り物から、あとはレンジャーの姿に変身するギミックから、まあ結構いろいろあるんですよ。でこれが10ドルで、まあ日本円で1500円ぐらいで発売しますっていうのが、まあまず出たタイミングでの情報でしたっていうところなんで、まあ、これが17日深夜にリリースされましたというのが、まず一発目の情報だったんですがですが、さっきから言ってる通り、まさかのアジア圏ではリリースなしというところで、ちょっと一旦ですね、どういうことなのかということで、パワーレンジャーの特設ホームページがあるので見ていきたいと思います。でこれがね、一応パワーレンジャーのなんか多分コラボなのかな、一応ちゃんとアーク×パワーレンジャーっていう感じでコラボになってるので、まあ、これが特設サイトなんだけど、でこれを一応その日本語訳して下の方に行くと、いろいろね書いてあるんですよ、注意書きが。でなんかこういったねパソコンが当たるやつもあるしとか、ギフトカードもあるしみたいなコラボ系になってます、中身的にはね。まあこれよく分かんなかったんだけど、そのドルとかで書いてあるから英語だから、まあちらっと見たところ、まあなんかとりあえずゲーミング PC とか、まあ、ギフトカードが当たるっぽいよみたいな、そういったものも一緒になってるという形ですね。まあ、これはチャレンジの参加の仕方とかなんだけど、で、問題なのは、これはこのモッドは誰でも利用できますかっていうコーナーがあるんだけど、そこで書いてあるんだけど、あ、やべ、ちょっと消えちゃった。で、内容的には特定の地域の制限により、次の国と地域のプレイヤーはモッドにアクセスできません。で、カンボジア、中国、香港、インド、日本、ラオス、マカオ、ミャンマー、パキスタン、台湾、韓国、スリランカ、タイという形で書いてあります。なのでこれは要するに、まあ、ほぼ東アジアでは利用が不可能っていう感じです、まあ、なんか一応世界中のほとんどのプレイヤーが利用できます、しかしみたいな感じで書いてあるから、まあアジア大部分がダメっていう感じっすね。なのでまあなんかツイッターとかではその有識者が、その10レンジャーっていうのが元にあって日本で作られて、それがパワーレンジャーっていう名前で海外に輸出されてっていう、その2段階のあれがあるらしいんだけど、でまあこれ自体はなんていうの、元の10レンジャーというよりかは、そのパワーレンジャーとして出てるから、まあ、これに関しては、まあ、やっぱりその10レンジャーとしてではない
ていう話になってるから、これセーバートゥースなんだけど、そこを考えるとその版権が権利がなんか違うみたいな話におそらくなっている可能性もあるという風な形の考察があったりして、ちょっと俺はそのレンジャーっていうかその戦隊ものをそんなに詳しくないので、ガンダムとかドラゴンボールだったらまだわかるんだけどちょっとわからないので、まあそういった人の考察とかもあったよねっていう形で、これさ見てもらうとわかるんだけど、これ左がレックスで右がスキンつけたレックスなんだけど、明らかにサイズ感めっちゃ変わってて、でっかくなってるんだよねっていうのとかもあるから、まあその性能は変わらないらしいんだけど形とか結構変わるから、まあなんか面白いよねってあったり、あとはなんか変身のモーションとかもあるし、そのベルトをなんか使ってあのギミックでこうやって変身するみたいな、こういうののレンジャーの姿にっていうのがあるので、まあそこら辺とかもまあなんか面白いよねという話にはなっているので、まあそんな感じのまあなんていうんですかね、ちょっとまあなぜか日本だけ省かれるという形で、まあ有識者のその予想としてはまあなんかやっぱ版権が分かれてるから、そこでちょっと問題があって10レンジャーの部分を版権として購入してないんじゃないかなというようなまあ予想があるんだけど、なんだけどそんなの俺らからしたら知らんやんあのずっとさあのなんていうのやるやるっつってなんかすごいいろいろさ、まあ、なんか情報出してすごい盛り上げた結果みたいな感じじゃんでもこれなかなかひどいよねっていうところで、だいぶおまくにで、まあ、ちょっとねあのスネイルとかは中国なのに、そのスネイルの中国とかもあのなんていうの出してないっていう形だから、結構なんか今回はなんていうんですかね、あの北米寄りというか、まあ、ヨーロッパ寄りというか、そんな感じの中身になってるかなっていう風に思っちゃったりもしますよねっていう感じなので、今回ねみんな楽しみにしてる人も、特にね日本は戦隊もの文化っていうのが結構あるから、戦隊もの好きな人も全然ねたくさんいると思うし、まあ、なんならねあのトライブメンバーにも全然いるから、まあ結構ねいろんな人がまあなんか楽しみにしていたのかなっていうか、俺もね来たら買ってみんなとふーって遊ぼうと思ってたんだけど、まずそもそも遊ばせてくれないっていう、むちゃくちゃやりよるわこいつらっていう、事前に言っといてくれよっていう感じのまあ内容でしたねっていうところで、まさかの日本では最近さ海外ではペイトゥウィンで燃えてるっていう話はしたんだけど、日本ではそんなさあの課金周り燃えてなかったじゃん、まあ、なので、まあ、燃えてはいないけど違う意味で結構話題になってて、ヤフーニュースとかでもそのゲームニュースで取り上げられていたんだけど、そのなんていうのまだ気づいてなくて、ヤフーニュースの取り上げられていたニュースがもうなんかできる体であの取り上げられてたりで、あとはフォーゲーマーの記事とかはさすがにあそこはあのゲーム専門だけあってちゃんと調べててあのプレイできないみたいですよっていうところまで書かれていたんだけど、まあ、そんな感じでね結構あの情報がまず錯綜してて、かつあのおまくにで東アジアだけ省かれてるで、まあちょっとなんていうの別の意味でざわついてる、ここまで盛り上げて俺ら遊べんの何みたいな、マジみたいな感じになってますね。でまあ10ドルだから1500円するから、まあ、買う人ももちろん限られてると思うし、特にパイロメインみたいに性能に直結しないからペイトゥウィンではないから、まあもちろんその好きな人しか買わないと思うからあれではあるんだけど、ただそのやり方としては信頼性はまあ損なうよねっていう感じではあるじゃん。そんなのあのとっくの昔に運営側からしたら多分分かってたことなんだけど、あえて反感買うから言わなかっただけみたいな、そんな感じじゃん。なのでねちょっとそこを考えると微妙だよなって思ってしまったりもするよね。なのでそこら辺でね結構僕としてはかなりなんか微妙な感じには今回のイベントなっちゃったなっていう風なところですね。であとはその海外の人たちが最近さもう DLC にさよく怒ってるっていう話をしてて、今回も有料の課金だったんだけどどうよっていうところなんだけど、今回はあんまりインフルエンサーが物申してません。まあ、もちろんねその一番有名な150万登録とかあるシンタックさんとかは元から別になんかそういった話をしてないから、そのねあの課金に対して反対とかペイトゥウィンに対して物申したりしてないから、そういう人ももちろんいるんだけど、まあ、なんだけど元からなんかその中立というか
いやこれはちょっとみんなとなんか話す必要あるよねとか、まあ、結構異議申し立てじゃないけど、ある程度なんかそのこれはどうなのっていう話をしてた人が、なんか軒並み今回のパワーレンジャーですね、ネガティブな動画出してないんですよ。で今回ネガティブな動画ほとんどないんですよ。でそしたら何かと思ったらゲームクラッシュしました。ちょっと待ってください、はい、なんでということで戻ってまいりました。で今回ね、軒並みいろんな人たちが、まあ、そのあんまりネガティブな話をしてなかったのはなぜかっていうと、多分なんだけど、あの案件入ってます。案件で結構ですね、今回あんまりその騒がれてないっていう、ちょっとビジネス的な要素があると思います。なぜかっていうと、まあ、これさっきのね、あのパワーレンジャーのコラボなんだけど、うっすら気づいてる人もいるかもしれないけど、こういう感じでなんかもろ今これ日本語訳をページしてるんだけど、あの若干日本語ね変なのそれの理由なんだけど、このパソコンが当たったり、あとは50ドルのギフトカードが当たるっていうのを含め、いろいろこういうなんかなんだっけ、スクリーンショットをやればいいのかな、まあとりあえずこういったキャンペーンとかも始めてるんですよ。でそういった形でYouTuber の中では、まあ、その今回の MOD に関してはこの URL からダウンロードしてねみたいなのとか、そういった形で多分ね結構そこら辺の大人の事情もあるのかなっていうところで、まあ、そんな、なんかあれもあっちゃったりして、まあなんかそういう流れになってんのかなというふうに思うっていうね、ちょっと腹黒い面もあるのかなっていう一面と、あとはやっぱりそのペイトゥーインじゃないからっていうのは結構ですね、まあ大きいみたい。やっぱりペイトゥーインじゃなくて今回は完全にその10レンジャーのスキンを、まあ、プレイヤーにつけてレンジャーにするとかで、あとは恐竜につけてなんか10レンジャーのロボットにするみたいな感じなので、まあ、そこに関しては、まあ、別に性能がどうとかではなくて、サイズは多少変わったりするけど、なんかプテラとかジェットオンとかするらしいんだけど、まあ、別にそのだからといって速くなって強くなって便利になるみたいなのはないから、まあ、そこら辺で結構ね落ち着いてるのかなっていうふうに思ったりもしたので、まあ結構そこら辺に関してはだいぶね、いろんなことを言ってる海外の人たちに関しても、まあなんて言うんだろうな、そこまでっていう感じだったね、中身的には。なのでまあそこら辺としてはもしかしたらちゃんと、まあ、一貫性があるっていうところなのかもしれないね。まあさすがに俺もその英語がね第一言語じゃないので、母国語ではないので、ちょっとね分かりづらい点とかも、俺も分かってない点とかもあるかもしれないんだけど、まあやっぱりそういう流れで、現状としてはやっぱりペイトゥーウィンに関してはかなり厳しいけど、ペイトゥーウィンではないっていうところだと結構まあそこまで言われないみたいですね。まあ、ただ過激派の人は、まあ、結局また金取るんかいみたいな話で、だったらもうこれ今後またこういった話が繰り返されて、また俺らから金どんどん取られるんだろうなみたいな話とかもあったりするんだけど、まあ買わなければいい話だからね、そこに関しては別にっていう形だったら、しかも今回ペイトゥーインじゃないので、まあいいんじゃないかなっていうところで俺は思ったりもなん、まあその今回は特にアメリカから見ると批判する点はそんなないんじゃないかなとは思ったりもしますね。まあ、例えば俺がそのアークともう一個やってるディアブロっていうゲームとかだと普通に 3,4,000円スキンがしたりするので、まあ、そこを考えたり、あとはまあエーペックスとか、あとはフォートナイトとか、まあなんかいろいろ別にさスキン買うゲームなんていくらでもあるじゃん。なのでまあそれを考えると、まあいろんなゲームやってる人からするとそうでもないかなっていう、まあ確かにアークにそういう文化がなかったけど、まあまあアークがね、アーク2に向けてのお金だったら全然いいんじゃないかなとは思ったりは正直してるかな。まあどの動画でも言ってるけどっていう感じで、まあアークがね潰れるのが一番いけてないので、そこをねサポートする意味では全然ありかなって俺的にはね、まあ思ってますね相変わらず。まあ、そんな感じでとりあえず問題としては結構日本が日本がっていうか北米圏が結局ないわけですよ、このちゃんとした提供が。なので非常にですね、これは、まあ、そのアジア圏からするとなんだよっていう形に現状なってて、まあ、かなり悪い意味でのサプライズになってるんじゃないかなっていうふうに俺はねちょっとね感じざるを得ないかなっていうような意味合いですね。なのでちょっとねここに関してはいろいろね情報はあったんですけど、まあ微妙なところが
正直な話っていう感じですね。結構ね俺は楽しみにしてたんだけどね。ということで最後にですね、まあちょっと別動画でもまたまとめたいと思うんですけど、簡単にあのクラブワークっていうのがまた出てきましたので、そこも見ていきたいと思います。でクラブワークね、まずモッドでした。モッドをまずダウンロードする必要があって、これですね、アウトオブデートってなってるんだけど、1日でまたアップデートしたの。まあなんかあの今ちょっとびっくりしたんだけど、クラバークっていうこれをねモッド一覧からあのダウンロードインストールしてくださいっていう形になってます。でなんかグッド評価が高評価217、低評価71なんで、あーまあ70と213か、なかなかあれだね、ちょっと低評価も多いのかなと思っちゃったりもしないでもないから、まあなかなかこれはあれなのかもしれないね、どうなのかなっていうところもあるのかもしれないね。ちょっと高評価に対して低評価の数が多いな、さすがに。これいつもの普通のモッドと比べると、例えば課金のアノマルカリスだっけは385に対して12とかだから、なるほどなるほど、期待ほどではなかったって感じなのかな。でそっからですね、あのモッドをダウンロードしてもらったらサーバー選択に行ってもらって、サーバー選択でボブズミッションかな、ボブズミッションっていうね形の相当をマップでしてもらうとクラブアークっていう形でいっぱい出てきます。でこれ QA テストは多分あの運営が使ってるやつなんですけど、まあとりあえずここに入ってみたいと思います。でこれ全部 PVP なんだ。 PVE とかはないのかな。 PVE もある。あでもなんかさ、これどういうことなんだ、 PVP、PVE っていっぱいあるんだけど、これ基本的に PVP、PVE 構わず全員が入るっていう、入れるって感じじゃなかったのかな。あとりあえずピンが一番あれにしようかな、軽いところに入ろうかな、まあ、とりあえず入ってみたいと思います。 NA のスモールトライブサーバー PVE に入ってみますか。でこれあの何かっていうと、あの基本的にはですね、みんなが集まってジェネシス2みたいなミニゲームをするみたいな感じで、で町自体がもう先にあの作られてます。あのボブズテイルのさ、いろんなウエスタン風のさスキンあるじゃん、あれでウエスタンみたいな町が作られてって、で、そこでですねなんか遊べるみたいな感じになってますので、まあそこでミニゲームしていろんなアイテムとかをあの自分のサーバーに持ち帰れるみたいな感じ。おすごいなこれっていう感じですね。わーすごい、こんな感じになってるというところです。おこすごいねこれ、作りすごー。なるほどね、開けれんのかな。あ開けれないわ。でなんかどっかでミニゲームを受けて、でミニゲームで遊ぶみたいな感じらしいです。バンク、銀行、バウンティーハンター、あーミッションか、バウンティーハンターは。でスクラップ、スクラップ、あなるほど。ワード、リワード、これで報酬受け取り、ここら辺なのかな。へぇ、うわー、すごいすごいすごい、ここで着替えたりとかできるんだっていう感じですね。なので、まあ、あのここでみんなでミニゲームをやっていくっていうところで、まあ、ちょっとね、あのここら辺に関しては今後ね、あのまだ情報があんまり少ないので、もうちょっと調べてね、分かりやすいようにまとめて動画出そうと思ってますので、一応同じ日のアップデートで、まあ、パワーレンジャー来なかったんだけど、公式サーバーでクラブワークというものでみんな遊べますっていう感じですね。で、まあなんかいろいろ、ここであれなのかな、You need be member of tribe or play mission。 ああ、なるほど。なんかトライブでやるのか、あなんかよくわかんないな、英語でよくわかんないけど、まあなんかいろいろあるっていうところなんで、まあそんな感じでここでいろいろミニゲームとか遊べるっていうのが実装されましたよっていう感じです。はい、なのでそれでまあなんかいろいろできるっていうところになってますね、というところなんで、一旦ですねこんな感じで今日はですねパワーレンジャーがまさかのということでね、残念ながら、あなんか遊んでる遊んでる遊んでる人いる、 1v1 で戦ってるみたいなこともできるようなので、まあ、そんな感じでですね、まあ、ぜひね皆さんねこういったところで遊んでみていただければっていう感じなんですけど、まあパワーレンジャーが微妙だったねマジで。パワーレンジャーもうちょっとねなんか日本でやってくれればよかったのにっていうところで、ちょっとねなんかいけてない感じではあるんですが、
まあぜひ皆さんのご意見感想も聞かせてください。まさかの事態って感じです。結構俺は楽しみにしてたっていうところで、今日はこの辺にしてきたいと思います。で、ケイタルゲームではこんな感じで衛星の頃からアークの動画結構出してますので、皆さんぜひねチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。そんな感じで本日はこの辺にしておきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。